どうも皆さんこんこにちは、キュークです。今回ですね、えーまあ、リクエストが、ね、コメントの方でありましたので、えー、タウンホール7の、えーまあ、配置のについての方がお話です、まあ、今回ですね、まあ、ダイヤモンド型というか、まあ、そのダイヤモンド型じゃないですねダイヤモンドでも何でもないですねこれ、あのーまあ、今回紹介するしていくのはタウンホール7の、まあ、自分が強いと思う配置なんですけども あのー、基本的に、まあ、このベース出したらまた、あ、隠しテスラを、まあ、ここに今2つ置くとして、まあ、隠しテスラタンホール7で、まあ、2個作れるんで、まあ、この動画でも紹介したんですけどもあのタンホールをねこういうところに外出しにしてこう隠しテスラを。 やはり置きたくなるんですよ。確かに、あのタウンホール5とかタウンホール6の時代にトロフィス1250を目指した時にですね、やはりこう高レベルの人が、えー、隠しテスラをね、こういうこのように、こう、タウンホールの横にやって、アーチャー5体ぐらいで倒そうと思ったらなんか全部やられちゃったみたいな、まあ、経験、誰でもあると思うんですよ。でもそうしたいとこなんですけども、やはり隠しテスラっていうのは、もう0.5秒のね、えー、0.5秒で人、えー、敵を倒し続けるので、ムラのなくオーバーキルをせずに倒すことができる、すごい、非常にいい施設なので、壁の中に入れたいですね。 そして、えーとですね、やはりクランの城は基本的に真ん中に置きたいんですけれども、えー、クランの城はちょっと今回はちょっと優先度を下げました。それなんでかっていうとまあ実際そんな多分10何個あだと15か20の収容量だったと思うんですけどアーチャーが基本的に攻めるとねえめると思うんですけどまあそう。 うん、アーチャー15体を優先するんだったら、他のウィザードの塔とか、やはり資源をね、集めたいと,思うところなので、やはりその、タンクホール7で、やっぱ濃い紫壁にしたいところなので、で、まあ今回、迫撃砲と、やはり、まあ、在秘対策に、対空砲をやはり真ん中に置きたいんですけれども、まあ、今回も一応資源重視ということで、まあ、ウィザードの塔をちょっと真ん中に置かせてください。そこに、サイドにですね、それを囲うかな感じで、こう置けばいいんじゃないかなと思います。そしてですね、ウィザードの塔、もう一つあるんですけど、 うん、それが迷うところなんですよね。私、ウィザード候補としては、ここがここに置きたいんですけど、でも、ここに置くと、完璧的にウィザードと被ってしまうので、まあ、下げましょう。でですね、やはり迫撃砲を、真、ま、ん、あ、中に置きたい。その周りに、やはり今回は資源重視なので、金山であったり、エリクサー、ータンクですね。タンクをやっていきたい。いきます。そしてうん、この周りの部分なんですけど、あ、待って、もう一つここに、ここの場所をやっていきましょう。 ここはですね、やはり、ね、ジャイヒー対策ということで、えー、対空砲を置いてきてます。確か、タンホール7で置けるのが、対空2つまでだと思うんで、私は中にこう入れますね。そして、迫撃砲を入れます。そうすることによって、やはり真ん中の、ポイントを出しましょう。やはり真ん中のね、えー、中心部分は、うん、非常に強いですね、真ん中は。で、真ん中は非常に強いんですので、えー、これ周りが非常に重要になってくるんですよ。そこでやはりアーチャータワーであったり、まあ、大砲をまこう並べていくと思うんですけども、 一番ね、やはり自分がやっぱ自分がすごい重要だなと思うのがこういう何、えー、て言うんでしょうね空きというか遊びというかまあやるとしては基本,ここ基本的に巨大爆弾を置いてあり、えーまあ、バネトラップですね、えー、ジ,ャイジャイアントがここを攻めジャイアンとかですねこの対空砲を狙おうとしてジャイアントをここから出した場合まあ大砲を攻撃してでそうすると アーチャータワーを攻撃しに行くんで、まあ、バネトラップで飛ばしてあげたりという感じでそのやはりタウンホール7ってまだホグホグラッシュも多分あんま来ない時期だと思うんですよねやはりジャイヒーが一番本当に攻めてくる数が多いと思うのでやはりそういうこのちょっとね壁の無駄遣いかなと思う方もいると思うんですけどもちょっとこう壁がすごい節約できますね逆にこのように巨大爆弾などを置いていきたいですねそして、まあ、まあ大砲などを置きたいんですけどワンチャンですよ こことか開けていいいいんじゃないかなかと思います開けてもうバネトラップ突っ込んだりした方がいいですね。やはりあの敵はここからジャイアントを出して対空砲を壊したいんですけども大砲を壊して普通はこう行きたいんですけどねこう行きたいんですけどジャイアントこっちに散らばっちゃうということで,でそして散らばったら普通に巨大爆弾やバネトラップでもう一掃したりすることができるのでやはりそのチャイヒンの場合は対空砲に近寄らせないっていうのが重要になってくると思いますね。あとは、まあまあ、ここに対 置きまましてあとはまあ適当にそうですね全部一緒ですね。マーチャータワーと、まあ、大砲を置いて、まあ、そうですねここにちょっとウィザードの音を置くんですけど、まあここも開けちゃっていいです。うん、もうね、実際、ちょっと今考えながら作ってますけど、実際これ、うん、やられたらダいですね。まああと、ダークエリクサーポンプが、ああタンクがね、まあ、ポンプは作れないですけど、タンクだけ置けるんで、まあ、一応優先度は、まああのー、臨機応変に対応していただけたらなと思います。あのエリクサータンクとダークエリクサー,ー、えー、タンクをね、 え交互に交互というか入れ替えてもいいですしあのバーバリアン金行作りたい場合はまあそしてまあこの辺にアーチャーを置いてうんそうですねあとは大砲大砲であったりアーチャータワーそして大砲大砲こんな置けるっけ確か置けるまあここら辺には巨大バケ弾であったりまあバネトラップここも開けたいですね自分は開けでうん実際これが本当にいいんじゃないですかねあとまあこういう系はまあ適当に置いてもらって 感じですそうですすそうねね、まあ、これが、ね、ちょっと,、まあ、ちょっと今考えながら作っちゃったんでそこまでいいものでもいいですよね実際実際いいっすよこれうん実際自分的にはいいかなと思いますやはり真ん中の層を厚くして、えー、ジャイアントを回るとジャイアントをここで分散させて、えー、なおかつバネトラップで飛ばすっていう方法が一番いいかなと思いますまぁ、あまあ、今回は、ね、タウンホール7のね ええー、まあ、その自分が思う両配置、良い,い配置を、まあ、一応ご紹介ということでした。ご紹介、ありがとうございました。